ここにこっちがあるので、こいつを取らないかな。わー。よいしょ。おー、取れた取れた。イエー。取れない。お父さん。ヘルプ。おー。お。あ、16円だ。え16円ゲット。あ、100円マッシュル。やだ、あなたのこれ私のだ。俺のだ。あれ、じゃあやるやるやるから、はい、やるから、やったうわ、すげえ、もうなくなっちゃった。うわー、やばー硬い、難しい、思ったよりなんかお父さんすげえ簡単そうになっちゃった。おー、抜けた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 。なんかついた、気持ち悪い。おー、待てた。これが今まで新しいやつ。おお、なんか違う気がするな。まずネジ入れて、単に一回やった方がいいと思う。すごい、めっちゃ綺麗に貼れてる。職人どうすか。よっしゃい。よっしゃいはちゃう。難しいね。なんかやばいよな。やばい。おお、すごいなあちゃん。ぽいぞ。ぽい。あらぎん。わかる？ドアのさ、閉まる音の違い、ズーンってなった。なんか、あー、確かに。おー、すげえ。おお、おにぎりみたい。わあ、すごい。取れた。シートベルト取れた。すごい。豪快だな。いかち。よいよー。いよいよ。あるぞー。
take you there。 美容師だけやってもらうと。すげえ。大変だった。マジやばかった。そうですね。一番大変だったのはお父さん。お父様でございます。もういろいろね、一からあの親方として先陣切ってくださったお父様、並びにご飯から、はい、お風呂から、はい、ご用意してくださったお母様、はい、本当にありがとうございます。丸2日間かけて、はい、防音と断熱、うんうん、なんかめっちゃでも静かになった。なった。走ってる走行音すごい静かなのよ本当に。最初ね。わかると思って、うんうん、正直ね。そうだね。こんなんで変わるんかい。こんなアナログな方法で変わるかいみたいな。変わった。変わりました。私たちでもわかる。わかる。猿でもわかる。改造みたいな。今雨降ってるんですけど、雨音も全然しないんですよ。しない。全然しない。すごい身が詰まったから、スピーカーもね、最初のがしょぼすぎたんで、うんうん、マジでなんかちゃんとした乗用車の音になったっていうか。100均のイヤホンからいきなりエアポッツとかになったぐらい。あー、そんな感じかもしれん。本当に全然違う。全然変わった。なんでも何が怖いってね、うん、2日間頑張ったけど、うん、まだ後ろガラガラっていう。そうだね、まだ何も作ってないんで基礎的なところ上げただけなんで、今から DIY してって感じでやっていこうと思います。はい、というわけでですね、はい、2日間お疲れ様でした。と思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チリンってやつもお願いします。はい、それではお父さん、はい、ありがとう。お母様ありがとうございます。それではまた次回、バイバイ。バイバイ。今日はね、あーちゃんがね用事でね遅れてくるんですよ。なんでそれまでにねもう終わらせる勢いでやっちまおうと思います。おお。ほほほ。ほ。おお。
と来たぞ。心待ちにしてました。前の車の時にこのねドン引きするほど高い椅子を腰のために買ったんですけど、このシートレールっていうその車に適したこの椅子のレールがなかったんで取り付けれなかったんですよ、この1ヶ月間ぐらいで。注文してから1ヶ月後やっとねこいつが納品されたので、腰痛がこれで救われるかと思います。むっちゃ高い椅子が帰ってきたぞ。来たー。おーすごい、帰ってきた。あーめっちゃ気持ちいい、腰に良さそう。わあこれあっちゃん喜ぶだろうな。これはいいぞ、ジャンボな感じがする。これは喜んでもらえそう。70、はい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 。でここにまあ貸せるようにして、大判焼きみたいな。これをね変えよう。これ回すと取れるらしい。ほほほ、せっかくね椅子が茶色になったんでね、このアマゾンで買った茶色のやつにします。このチャラめの黒いやつからちょっとおしゃな感じの茶色になる。よいしょ、ちょっと可愛くなったぞこれ。おーいいねいいね。はい、意外と、いやーというわけでですね、5日間っすよ、5日間かけてなんとか運転席周りをねちょっとおしゃれにして DIY したんで、今から何も知らない彼女を迎えに行ってサプライズでこの空間下見せようと思います。喜んでくれると思う、これはさすがに。よし行ってきます。うぃー、やっちゃん、ありがとう。ういっす、おいで。撮ってる？撮ってる。え、ちょっと待って。などう、なになになに。見せたいものがある、君に。見せたいもの？そう、君に見せたいものがある。こういうの嫌な予感しかしない。やだやだ、なに。違う違う、そんな変なものさらしたりしないから。変なもの、なになに、怖いよ。違う、大丈夫大丈夫大丈夫。今何も見えませんね。はい、あなたの身長では何も見えませんね。いきなりディスるやん。俺がいいよって言ったらそのドアを開けるんだ。これ、うん、はい、分かったか。ま、前でいいんだよね。うん、まだだよ。いいよ。え、何？あ、あ、これ？そう。あ、すごい。ちょっと待って、全然気づかなかった。嘘でしょ。え、すごい。どうだあちゃんこれ。え、な、え、いつの間にこんなんなったの。すごいだろう。え、す、え、買ったの。作ったんだよこれ。え、すごいじゃん。わあ、天才じゃん。え、すごいやん、こいちゃん。すげえだろう。これは何、お父さん作。まあ、8割。
ありがとうございます今回はですね、はい、変わったポイントがですね、はい、4つあります。4つもある？そう、椅子ですよね、そもそも。あ、そうだね、そういえば全然忘れてた。嘘でしょデカロンだったか。そう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 、舞い戻ってきた。おー、これ寝やすいんだよね、ここにさ、なんか持たれるとこが、ね、そういう椅子じゃない寝やすい椅子とかじゃないから懐かしみを感じるね、やっぱりね。確かに。2つ目、はい、ここが茶色くなった。ほんとだ、なんか、あれ前どうだったっけ。前黒だったよ。ほんとだ。あんま興味ねえなこれ俺がやったんだよ、じゃあこれ俺がやった。そう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 、すごいじゃん。まあな、こんな風にできるんだ。くるくる回しただけだぜ。へえ。で3つ目がこれっすよね。これすごいよ、なんかもう普通に買ったものだと思ったもん。これな、うん、なかなかの完成度を誇っている。そう、すごい。ここにカッパがついてんのめっちゃいいね。あー、そうだね。なんか今までね、後ろにこうあったからさ。あー、はい、ここだったもんね。やりにくかったけど、うんうんうん、ここにあるし。これ何？そう、ここにやべやべやべ、スライドすらスライドすら分かった。何？これあれでしょ、携帯でしょ。そう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 。あ、すごい。スマホを、スマホを2個こうやって立てたり。かっこいい。そうそうそう、で横にもできたりする。スマホ置き。あ、ね、見て、かわいいでしょ。分かった分かった分かった。それ前見せた。あ、前見せた、前見せた。そうだっけ。うん。でここはまあだいたい鍵とか小物とかね、置くように、まあなんかコルクを敷き詰めてますっていうところで。すごい。あ、開く？そう、これ開く、無駄に。じゃあね、取り付ける時とか外す時にあのネジがさ、はい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 、そうそう、かぶせちゃったらあれだから。あ、なるほどね。そうそうそう、ネジがここ。あ、すごい、なんかここら辺とかもちゃんとあれなのね、開けてこう。あ、そうそう、ちゃんといろいろ工夫を施しております。すごい。これもなんか貼ってあるの？木にそもそもカッティングシート貼ってるから。あ、じゃあリアルな木じゃないんだ。そう、こういう木じゃないのよ。すごい。そう、そんな感じ。このクッションはどうなってるの？このクッション作った。これも作ったの？そうそう、ゼロから。え、すごい。そうなのよ、最後が、はい、このキーはですね、はい、閉めると、はい、あ、閉まった。そう、わかるか？わかる、わかる。これを開けるとウィーンで勝手に開くようになった。すごい。すごい。そう、これはなんか父さんがやった。あ、ありがとうございます。かまへん、やいちゃん。これは大いなるし、あ、いや、お父さんです。かまへん、最近出かけてたのは、そう、夜な夜な夜なべしてたのはこれなんですよ。ありがとう。何しに帰ってるんだろうって思ってたよいやー、というわけでですね、はい、5日間かけて、なんとか作れたので、ありがとうございます。ありがとうございます。もう8割は父なので8割は父なので、まあ、あ、これで、そう、平らにした理由としては、うん、後ろがやがて家になるから、その時にこの、ここをスッて行けるように、行きやすいようにね。そう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 。あ、だからここにクッションしたの？そうだ、平らにしてクッションに引いてる。はい、というわけでね、はい、今度から後ろの方を作っていこうと思うので。ついに始まるわけですね。そういうことですよ。なるほど。本当にもうね、月1更新ぐらいだけどね、これ時間かかるんだよね、マジで。そうだね。そうそうそう、また引き続き見てやってください。お願いします。はい、それではですね、はい、あー、よく頑張った、よく頑張ったよー。ということは、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。頑張った、すごい、押す、押すわ。それではまた次回バイバイ。バイバーイ。すごいよ、こいちゃん。あ、すごいぞ。いやー、まあすごいな。今日はなんか忙しいらしい。忙しいか。ありがとうございます。取ったぞー。あれ？あ、危ない危ない、なんかついてる。お父さん。待って、すぐに助けを呼ぶな。おーい。ありがとうございます。お前じゃねえ。おお、すごいね。ポンポンだね。何もなくなっちまった。ねえ。うん。終わり？終わんねえよ。始まりだよ。
かしこまりました。124。はい。ジェイソンのやつや。ねえ、すごい。ごめん。できるか、こいちゃん。行きます。怖い怖い。55。これ何だった？55。これ55。55。これはゴミだわ。これゴミか。はい。キノコなんめっちゃ目に入る。どうしたどうしたどうした、何？虫と虫か蚊だ。いないよ、俺いない、絶対絶対いない。何？ごめん、逃がしちゃった。何？いないいない、もういた、やめろ、大丈夫、いいいい、大丈夫。ハマっておる。大丈夫か？大丈夫か？すいません。入った。というわけでですね、はい、ようやくですね、2日間かけて、はい、板張りが完成しました。おめでとうございます。あ、疲れた。お疲れ様でした。いや、大変だったな、うん、地味に大変だったね。ほぼね、お父さんのもう言った通りにこう指示通りに動くだけで、はい、すごいな、板になった。ねえ、すごい。ね、板の上を歩いている。中にクッションが入ってるから痛くないね、なんかね、ふわっとしてる。弾力が若干違うよね、うんうん、一応ここにこう穴を開けて、もし椅子乗っけたいってなっても普通にここ乗せれるのと、ここのなんかここのあれ、あー、これ開かないんだよ。
大丈夫。なんか点検するやつ、はい、蓋だけかぶせてね、そうだね、るっていう感じですかね。はい。で同様にここにスペアタイヤの穴もちゃんと蓋だけかぶせるようにしてるって感じ。よくよく見るとね、床もね、何度もネジを打ち直したりね結構めちゃくちゃやってるんすよ。ちょっと汚くなっちゃったな。そうなんか多分編集ではいい感じになってるんだけど、実際には何回かね、何度もやり直してるから、はい、結構床は汚いんですけど、この上に普通におしゃれないい感じのフロアカーペットを引く予定なんで、まあこれはもうあくまで見えない。見えないからね。そうそう、見えないとかいいんですよ。見えないとかいいんですよね。そうあのお腹の脂肪と一緒ですよ。服でごまかすってなわけでですね、はい、若干ちょっとバンライフっぽくはなった。なったね。今回がね、まあ、割と床だけだったんでちょっと地味な感じだったんですけど、そうですね、次回が多分もう電気関係、壁、天井みたいな感じで、マジでこっからのもう伸びしろ半端ないから。そうなんだ。そうなんですよ。多分回ごとにどんどん変わっていく仕様になっていくんで、どうぞお楽しみにしててください。さいさい、いやいや、お疲れ様。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回、バイバイ。バイバイ。元マイホーム、私のマイホームが下敷きに使われるっていう。ハイランディ、ハイランディ、規制すな、規制。おお。こっちだよ。もんじゃ焼きができる。やめて、モノボケやめて。おお、来た。結構目いっぱいだよ。あ、いけるわ、でも入った。思ったより高いな。このタイプでこれではダメだ。嘘、マジダメ、うん、マジダメじゃん。こいちゃん、元気出して。大丈夫、ポンコツ、ポンコツ太郎、ポンコツ太郎、大丈夫、それはいつもポンコツ太郎だから。ありがとう。18,000したんだ。18,000か、そりゃへこむわ。メルカリに出さなきゃね。そうだな、メルカリ出そう。しに行こう。重た。うわあ。はい、はい。どうだどうだ。おお。これはあれだ。ここに。タクシーン。うわあ！こいつね、ここ、こう来るってこと？こう来て、こんなもん？ギーいける？報われし！すべては作戦通り！俺の作戦通り！I don't wait to admit
というわけでですね、はい、我が家にソーラーパネルが設置されたぞー、素晴らしい、素晴らしい、はい、いやマジちょっとね見てくださいよマジでちょっとあっちほっおおバッチリついてんな、頑張った甲斐あるな、なあ、しかもこれ何にこだわったかっていうと、わかりますかこの低さ、ねえ5センチですね、5センチ、はい、よし一旦降りよう、どうしよう僕らソーラーつける上でめちゃくちゃ大事にしてたのが車高の低さ保ちたいみたいなところめっちゃ大事にしてて、高かったら何が不便ってイオン入れないんですよ、そうなんですよ、イオンとか立体駐車場マジで入れなくて、そうジャンボの時にねすごいここは苦労したから、ね、そう、はい、今回はとにかく低くを、とにかく低くをねモットーに、はい、もうめちゃくちゃ低めで、意外のさコインパーキングのさ上限で 2.1 メートルじゃん、そうだね、ハイエースの標準が198センチなんで、おう、いい 2.1 メートルは全然くぐれるっていうところで、そうだね、そう安心してね使えるっていうね、はい、素晴らしい、素晴らしい、でしかもあれ何がいい、そのガラスだから車の雨音みたいな、はいはいはい、もう軽減してくれるんですよあそこで受け取って、大事ですね、そうそうそれめっちゃ大事、はい、ちょっと出かけるぐらいなら別にいいかもしれんけど、ここで生活するって思うとね、そうやな、なんか多少のストレスは、うん、でですね、はい、配線がですね、はい、と出る配線あちぃあちぃアイス食べたい、アイスここにソーラーパネルあるじゃないですか、そうですね、でここからコードがこっちに伸びてって、はい、このテールランプの裏を通ってこっちに伸びてくるんだよね、そうそうそう中に入ってくんですよ、はい、車内あの恐ろしいほど汚いんですけど大変なことになってる、大変なこといつもこうなってる、はい、でこの伸びた配線の先に、はい、このプラグをつけたんですよ、はい、このプラグが何になるかと言いますとですね、あじゃあ見てくれ、なんだこれ任せろ俺に、はい、見て映画楽しみ、変なやつやるな変な宣伝すな、おおこいつだ、おおなんだこれ、うわすげー、我々の新しい相棒 EF デルタ回線でございます、おー、はい、ははわかりやすく言うと iPhone 75回充電できます、すげー、 iPhone 25回、でけー、タック袋12回、12回も大容量って、そうですね、やっぱわかりやすくない、大容量、おー、そしてですね、はい、俺が今から一番言いたかったことはですね、はい、頑張ってつけたソーラーパネルのコネクタをここにね刺すことによってこんな感じで充電されるんすよ、わーすごい、めっちゃ早い、むっちゃ早い、 17% 充電されてて 265W もねインプットされてて、すごいね、晴れるとすごい勢いで多分上がるんだ、そう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 、あと3時間あれば満充電になるっていう、すげー、というわけでですね、はい、我が家にね無事にソーラーとバッテリーが、はい、ついたということで、素晴らしい、素晴らしい、これでまたね、うん、ここに住める第一歩が進みましたな、はい、次は家電とか乗せて壁作ってベッド作って天井作ってみたいな、なぎ、まあ、頑張ろう、頑張ろう、はい、というわけでですね、はい、ソーラーお疲れーと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、お願いします、それではまた次回、バイバイ、バイバイ、みんなでアイス食べよう。あっちー。すっげー量のなんかガシャガシャおおあー錆びちゃったね、ね錆びちゃった猫みたいじゃん、猫こんなとこ登らないからな、なあ車の上乗っとるでな結構ね、はい、ここ錆びてるけど結構落ちる、おーこっちはあっちに任せていいか、はい任せてください、お願いします、よし
よいしょ。取れた。さっき切った板を、はい、おお。どうですか近藤さん、問題が発生している様子。頑張ってこうちゃん。父さん、メジャーがないよ。ここの隅に合わせてくれ。どうやって切った、嘘切ったか。やっぱりな。やっぱりなじゃないよ。今仮止めしたここ、そこ、ここ、ほう、3つを土台にしてベッドの骨組みを作ります。ベッドの、ベッドの、ついについに私のマイベストベッド。俺の方はホイッサ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 。First day of springAnd I just wanna sing to everything that's moving, everything. ここで揃えて、キュッと締める。頑張れ、あちゃん。まあ、おっと。お、でもしっかりしてるぞ、あちゃん。まあな、あちゃんの子、最低だよ。キュッと。I wanna sing.何してんねん。あ、方向逆だった、ごめん。To the kids playing hoops, going loop de loop, the rainbow colored bouncy balls and their ice cream scoopsMy shoes in my hand and my feet in the sand. I got 20 ducklings in a row like a little marching. Oh, oh, 床だ。To the couples in love. これ足りる？確かに足りるのか。ちょっと足りない気がする。マジで？確かに足りない気がする。いけるいける。いける。レビュー、Amazon レビューにいけるって書いてあった。And the seagulls above, and any other living thing or creature I can think of. 入ります。うわあ。OK。はい、ついについに床とベッドの土台がはい完成しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。床がいい、床いいね。この前までなんか なんていうのもうむき出しの木みたいな感じだったんですけど、今ねすごいのよ。もう今この感じわかります。この感じ家だよ、家の床。もうクッションフロア、3月のねクッションフロアなんで、はい、マジで住宅用のやつなんで。そうだよね。そう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 、ここで寝れるよ。敷き布団敷いて別に寝ることも可能。待望のベッドの土台ができました。おー、アルミの棒でくっつけてるっていう感じですね。そうだね。でこれを土台に木とかを組み立てていって、壁とかね。そうだね。そうそうそう、ちま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 、ここら辺ねガチ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 で言うなら、次はこの今途中なんですけど、この天井っすよね。うんうん、今剥がしてやる天井を板張りして木の天井にして。めんどくさそうだ。そんなことないよ。じゃあ次壁ですよね。うんうん、壁もあの全部これ木にして、で今俺がここにいるんですけど、ベッド作るの楽しみやな。ベッド楽しみだよ。俺がね一番この車の中でね、ああ大事。大事。一番。一番大事。あとはその家具とか。そうだね。棚を作って。ここら辺とかに。
そうそうそう。で、あとはもう電子類を置いたりしたら終わり。だから今までは本当に土台を作ってる感じだよね。床とかさ、見えないところとかを作ったけど、これからは完全に映えるものをね。ちょっとずつね。そう、家になっていくはずなんですよね、これからは。きっと。そう、きっと。親方次第。親方次第。親方親方本当はね、もうちょっと進んでから、YouTube もアップしようと思ってたんだけど、ちょっと親方が忙しいので。そうなんですよ。お互いに仕事してるんで ね。やっぱりね、一生のね、予定を合わせるの難しいんですよ。そうだね。しょうがないけどね。まあ、そういうわけでですね。はい。結構進んだんすよ、地味に。そう、なんか全然ね、終わってねえなってなるかもしれないんだけど、実はね、結構。結構、最初から振り返ったらね、精神剤とね、断熱を、で、2日間かけて、あれも。そうそうそう、地味に大変だった。地味に大変だった。ひたすら貼って、切って、みたいな作業をやって、で、次は運転席のところにあるね、コンソールボードを、あーちゃんに内緒で作って、これも4日間ぐらいかかって。ね、大変だったね。そうそうそう、床ですよね。床のベースを、作って、それも、もう大変だったし。大変だった。なあ。で、ソーラーなんですよね。もう結構頑張ったんですけど、ソーラーも。そうだね。何も接続されてないっていう。そうだね、今何もないってね。で、今回のクッションフロアとベッドの土台というところで。はい。はい。というわけでね。はい。まあ、もちもちね。でこでこ。これからね、もうちょっと家らしくなっていくはずなんで。はい。また、そのうち渡航するので。そのうち渡航するので、また見てやってください。はい。はーい。バイバーイ。早い早い早い。DIY、今回もお疲れ様でしたと思う人は、チャンネル登録と高評価でしっかりします。お願いします。それではまた、それではまた次回、バイバイ。バイバーイ。すげえなー。あー、めちゃくちゃ乗ってるよ。長っ。おお。私一人でできるし。できないでしょ。俺はできる。できないでしょ。おてー。おお、すごい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 。怖い怖い。おお。だろう、ヒノキなんですよ、これ。お風呂。そう、お風呂に使うヒノキです、ヒノキ。ヒノキのお風呂ができるんだ、これで。ヒノキのお風呂はできません。できない。ハメ板って言って、こんな感じでわかる？はまるのよ。はまる。そう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 。パズルみたいだね。運送会社に受け取りに行ったら送料タダだよって書いてあったから。はいはいはい。運送会社に受け取りに行って、もうこれ3本ね、乗せて、でっかい。しっかりね。家に帰って、電話かかってきて、こんなさ、こんなさ、なんかでかいの忘れてます。あれ、車の天井。車の天井運送会社に忘れて。おー。これが天井になるんですね。サンダーで削りまくりましょう。はい。なんか別にツルツルだけど、やる必要がなさそう。いかにツルツルに今できるかで、もう仕上がりがだいぶ変わってくるらしいんで。わかりました。ツルツルにします。ツルツルに。脱毛したてぐらい。はい、わかりました。したてだね。粉をちゃんとね、拭かないとね、ダマになるんだって、ワックスつけると。へえー、そうなんだ。そう、だからこれで拭く。汚い。俺の古着で、イーブス、俺の古着で使う。こんちゃんの汗が染みついたシャツ。この車の天井には、俺の汗が染みついた。やだ。言い方、言い方。危ねえ。あっ、うわっ、めっちゃ液体だ。なんか気持ち悪い。天気にポンちゃんの汗混ぜて。絶対臭いやん。いや、でも塗ったらいい感じになるはず。マジ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 。俺が選んだから、この色絶対いい色になるはず。さすが近藤のセンスだな、これ。よし、行こうぜ。よし、行こう。で、まあ、おお、わあ、すごい。おお。
わあ、色全然違う。いい色、いいね。なにこれ。いい色だね、これ。おー、全然違う。アンティーク。はい。おー。わあ、すごい、全然色が違う。こんなすぐ変わるんだね。ねえ、すげえ。They're going nuts, but how happy we are. See the bond that we made.It all seems real now that I'm not afraid. やっと半分終わった。疲れたな。現時点でね、2時間ぐらいかかってんのかな。本当はね、全部終わるのに2時間ぐらい。そうなんですよ。舐めてた。もうちょっと頑張ろう。いきまーす。はい。俺かな俺が悪いかなこれ。おいちゃんが壊したおお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 おどうやちゃん。ああ不安だ。任せろ。行きます。はい。硬い。何度かに分けてやろう。よし。おい。取れた。ですね、はい、我が家に、はい、天井がつきました。頑張った。いや頑張ったね。マジ板張りめっちゃ大変だったわ、ね、これ大変だったなあ。5時間ぐらいかかったんかな、全部塗るのに。そうだね、塗るだけでも私たちがちょっとね、あの慣れなくて。そうそうそう、あのポンコツだから5時間ぐらいかかって2日目に関してはもう支えてただけみたいな。そうだね父さんが無双してたんで。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもね、結構ねすごいのよ。すごいんですよこれ。車内とは思えないこの見た目でもすごいね、なんかいきなりっぽくなったね。上だけ見たらなんかすっぽいバンライフっぽい感じはするな。ぽいぽいぽい。おー、いいね。いい感じ。いい感じですね。おー、すごい。結構はめ板もしっかりしてるんですよね。そうだね、うんうん、つけとる心配はないと思う。でね、まだライトのね、うん、点灯式を行ってないんで、はい、今から点灯式を始めます。お願いします。このライトの裏に隠れてるコードが全部あのここからはみ出てるんで、これを伝ってこいつを刺します。お願いします。それでは、はい、いきます。すげえ、ちゃんとついた。ねえ、ちゃんとついた。明るいね。明るいな。うわ、すごいすごい。いい。なんか、ぽいぽいぽい。ぽい。ここにベッドがあって、こんな感じでワンライフするんだ。こうやって。わかる？寝ることしか考えてない。天井はね、うん、これでできたように見えてるんですけど、はい、まだね、ここわかります？こういう木で止めてるんですよ。うんうんうん、このここの斜めのところを、壁が作ってからなんで、天井がまだ一部分できてないっす。そうだね。で、あとね、ここがね、雑なんすよ。そう、考えてなかった。見えるっていうことを考えてなかった。そう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 。まさかここ見えると思わなかったみたいな。
ここなんか被さないとちょっと雑感がまだ境目感が出ちゃうねまだね。あと穴穴やな。よっ。なのかよくわからんけどなんか出っ張ってるから。そうそう切り抜いたもののまだ隠してないっていう。そう。でここ隠して、うん、完成ですかね。そうだね。この3箇所を直せばもう天井は完全にコンプリートですね。はい。いやーというわけでですね。はい。次はね壁かな。そうだね。この辺。何もない。状態のそう、このもう完全にむき出し状態をなんとかそうだね貼ってで壁が変わったら多分もうすごいよもう、ね、天井床壁変わればもうだいぶっぽくなるとなるはずなんすよじゃあそんな感じですかねはいはいまた週末もね DIY 頑張るので壁も楽しみにしていてくださいはい頑張りますはいそれでは DIY 今回もお疲れ様という人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますはいはいそれではまた次回バイバイおお、山だ。大丈夫？なんか落ちたよ。サンダ買ったんすよ。おー前俺が壊したとは言わないですけどなんか俺が使ってる時に壊れちゃったんでややこちゃんが壊したでも1台しか買えなかったんで、はい、1人がこっちに1人が手動で私こっちがいいいや俺もこっちがいい新しい方がいい新しい方がいい新しい方がいい最初はグッチャンゲッポイはいこれポイなんでだよミルクペイントミルクペイントそう壁をね白く塗りたいんですよおおおしゃれやんおしゃれイエそのミルクペイントって牛乳が含まれてるのかなマジそう飲めるの本当だ盛岡乳業製だっておおすごい盛岡ですよ盛岡か有名な冷麺森永だったちょっと待ってもうちょっとややこしいややこしい流すぞすごい綺麗本当だ本当になんか牛乳みたい、うん、ハモったのよーうわーうわーロールケーキみたいおうまそうおーおーケーキみたいすげーほんぎゃレインボーアートみたいだなうん1回目終了ただそこそこ綺麗っちゃ綺麗だなそうだねうっすら木目が見える感じこれをあと2セットです頑張ろう静かな敬礼はい2セット目終わりはい2セット目終わりえあ、もうあれから元気です、から元気です、あれ疲れてます、あの人から元気です、はい、あと1セット、頑張るぞ頭から湧く妖精ラスト、ラスト、ラストお願いします行くぜ1,2,3,4,5,6,7 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 おーすごいズボンがもう俺のパタゴニア脂肪あーでも終わったはい次ですはいはい次回ります空が綺麗だなおーなんかこっちはこっちで進んでるぞすごいななあ角度がすごいあの丸みに沿って切られてるおー Let me show you how it feels toおー職人の目つき職人の目つきだよちゃん鋭い眼光火が大変だよガニ股だよはい届いたぞあちゃんおーこいつがね20ミリの厚さがあるんではいはいこれを窓の枠に当てはめて断熱するっていうね大事大事寒いねえこんだけでかかったら寒いから窓も本当に
にね、窓はね、寒いんだよ。みんなは知らないかもしれない。本当に寒いんだよ。なんか、あったのかな、なんか。こっちあった？まだ恥ずかしいな。次で7回目あ、もうちょっと？もう気持ちかもう気持ちですか？あと気持ちぽいちゃん頑張れ。13回目どうでしょうか。はい、はい、おお疲れ、こいちゃん。まだ集まるから。これもコピペするだけだよ。よし、頑張ろう。また早いよ。ちょっと見てほしい、このこっからの景色をちょっと見てほしいんですけど、はい、結構ね、ぽいぽいぞ。見てこのパッと見のバンライフ感、すごいぽくなった。いやもうすごいね。ねえ、天井と壁のそれっぽさたるやぽさすごいなあ。でも下を見るとまだなんか作業途中感がやばいな。あちゃんあっち開けてきてくれ。混ぜろ。おお。あー、寿司ー。あ、すごい。もうね、ぽいよ、あーちゃん。ワンライフ感。近づいてきてる、徐々に、徐々に。ここにベッドができて、こうやってやるんだ。お、ぽい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 。何その左手を。サングラス。何だろう。下は映さないでくれ。下。下。ケツ浮いてる。今回、壁はね、白に塗ったんすよ。そうだね。そう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 。色迷ったよ。めっちゃ迷ったな。そう、こいちゃんと論争して、開けた。私はなんかちょっと真っ白じゃなくてちょっと黄色が入ったやつにしたかったの。はいはいはい。でもなんかこいちゃんはいや真っ白がいいよみたいな。そうだよ。そうかな。ちょっとじゃあこれであんまこだわりない濃いめのチークっていう茶色とはい、はい、この真っ白、これはもうね多分ねめちゃくちゃおしゃれ感を演出させてくれるんですよ。こっからどんどんおしゃれになっていくはず。ここからね、マジやべえから。毎回言ってる。でも何がここからおしゃれになるんですよ今日の夜にねまた作戦会議して、はい、今このドア、このドア、そうドアこの辺ですよね。冷蔵庫とかレンジとかその辺を置いて、でそこも、まあ、なんとか収納を作って、はい、そしたらもうまたもうやばい8割くらい終わるんじゃないかな。もうというわけでですね、はい、引き続き DIY も頑張って、はい、理想のバンライフにね少しでも近づいていきたいと思います。はい、はい、それではまた今日も一日お疲れ様でした。と思っていたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ではまた次回バイ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 。あー大変だ飛行士じゃんやめやめ固まっている。ボード固まってる。ゴリラ強いこうちゃんが壊した無理があるだろいや。こんにちは。こんにちは。ここがね、すっからかんじゃないですか。はい。気になりますよね。気になる。網戸欲しいよね。欲しい。網戸欲しい人。はーい。そんなあなたにこれ。おお。ハイエース専用の網戸。おお。い
2万5000円。チャリーン。殿、そんなご乱心。アミード2枚1万5000円。アミード2枚。うん、定め。これ必要経費だから。そうそうそう、アミードは必要だから。セミとかね、いろいろ入っちゃう。タイヤ。そういうのはドライバーでやったらいいね。そうなの。やーい、こいちゃん。やーいやーい。仲間だったのに。あなた仲間だったのに。昨日の友は今日の敵。おお、はい、はまりました。あ、いけそういけそう。あ、すごいね。面会みたいだよ。出してくれ。出してくれ。食い逃げなんてしてねえ。おらおら、食い逃げしてねえよ。決めづら。頑張れ。できた。おお、いいですね。これで窓開けて寝れるな。なあ、セミがブーンってきて、ブーン。ざまみやがれ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ゲットだね。コンちゃん、それ大事なとこだぞ。プレッシャーやめて。え、何。あ、コンちゃんの髪の毛だった。これ何じゃない。彼氏の前髪量。ごめん。なに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 。どうしたどうしたどうした。やつがいた。だから飛び回っとるもんです。最近男たちの仇を取りに行ったんだ。こいつか。完成図が見えてきた。ちょっと見えてきたな。よし、いけー。おー、いいね。見てくださいよ、これ。これはすごいよ。いや、これはすごいよ、もう。メルヘンティックな家になった。メルヘン、メルヘン。いや、どっから説明していいかわかんないんすけど。そう、いきなりね、急成長を遂げたんですよ。そう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 。いつもならさ、壁できたとか、天井できたとかで一区切りしてるんすけど、はい、あの、今回区切る場所がよくわからなくて、1ヶ月ぐらいずっと作ってたっていう。はい、まあ、順に説明しておくと、はい、
ここですよ、ここ草生えたんすよ愛車に草生えた WWW 草うちはドキンだから、はい、乗るときに靴に泥とかつくから、うん、そういうのを払えるために人工芝をここに敷きました、はい、側面には真っ白だったんだけど、うん、フロアカーペットを敷いて、うん、なんかいい感じにした。そう、いい感じにしたこの辺もまた後で、また今度ねちゃんとやるんですけど、なんかやるちなみによよいしょこうマジックテープになってるんですよ、うん、ちゃんと取って洗えたりするっていう。そうだね、気持ちいい。気持ちいいよね、人工芝いいね、気持ちいい。最高だ。何してんの。ここです。はい、よいしょ。網戸です。そう、網戸がついたんですよ。そうなんだよね、網戸。私たちね、弱点があって、ほう、二人共通の弱点があるんで、虫がダメなんですよね。そうカメムシ一匹入ってきただけで、もうさうちはもう地獄とかすから。そう、絶対に入れないっていう固くなな。だから1万5000円なんてもうカメムシに比べればいいんすよ。もう、そう、もうこっちとこっちにね、はい、網戸をつけました、はい、でですよ、はい、こいつですよ。こいつを紹介しなきゃいけない時が来ちゃいました。そう、はい、こっちからいきますね。はい、こっちからいくとこれあるじゃないですか、うん、その天板。天板ね、こっからもう一番あっちまで一枚の板で作ったんですよ。そう、こだわり。そう、親方の一枚の板を切って、うん、ちゃんと気持ちよくしてるっていう。うん、で、これは開くんすよ、ね、おー、すごい。これはあの次回あたりにここに冷蔵庫が入ってる予定なんですけど。おー、そう、これもめっちゃおしゃれ。これめっちゃおしゃれ。これはすごい。一枚板っていうのがやばいよね。もうおしゃれ、おしゃれざます。この辺は、うん、本当あの壁に使ってた羽目板をね。そうだね、そのまま貼って、はい、再利用してるのと、うんうん、これも次回なんですけど、うんうん、電気関係がね備わるんで。そうだね、そう、それに対するスイッチをついてます。はい、でここにはあのコンセントと USB がついてるよっていう、うんうん、すごいねこれ。そうそう、 Amazon で買った。これも、ね、ちゃんと白で揃えたでここにも穴があって、うんうん、次回あれが入るんすよ。おー、あれがね、あれだね、あれですよ。なんだっけそうだ、あ、あれですね。そうそう、あれがある、あれが入るんで、ね、あれがあるんで、あの、はい、まあ、まだあの内緒です、はい、あるものが入ります。わかりました。窓枠ですね。うん、これやばい。俺たちが色を塗った窓枠。そう、おしゃれ。おしゃれだね、うん、おいおいここにね収納だができるんで、うんうん、この辺はまだ適当なんですけど。そうだね、そう、もうちょっとちゃんと枠になって、うん、あとカーテンつけたら、うん、もう完璧ですよ。ですね、メルヘン、シルバニアファミリーみたい。うーん次はこの収納棚ですね。これね、何ってなるよねそう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 、なんかを入れるやつ。そう、別に決まってない。まだ決めなくてかっこいい感じに穴開いてるけど。そうそうそう、別に何入れるかなんて何も決めてないあっちもワンコツで収納になってて、うんうん、なんかを入れるっていう。ここに俺は目をつけてこの車の主にしたいなってずっと言ってる。本当に名前つけたいのこいつ。ダウンタウンのポストみたいなやつでしょミーですあれにみたいな、なんかキャラにしたいのこっちはまた開くようになってて。そう、収納ですね。これもまた親方の力に全部やん俺ら基本塗ってるか支えてるかの、本当に何もできてない。今回何もやってないですよこっちも収納になってる。そう、ここも入るんですよ。そう、こんな感じ。ここは2段階になって、はい、こんな感じでもうちょっとおしゃれポイントですね。そうだね。で隣には充電するスペースが、そう、もう一個あるみたいな感じです、はい、いやでもすごいよ。もうパッと見のバンライフ感はすごい。本当に、うん、ほぼ家やん完全に。なんだなんだなんだ、まだベッド夢見てるなベッドまだやねん。ベッド次の次ぐらいいやーもうね、今回はね一番時間がかかった。マジでかかった。そう、何がかかったってやっぱりもう考えるのにめっちゃ時間かかって。そうだね。そう、作り始める前の作戦会議がもうえらい時間かかってたっていう。そう、本当にね、ありがとうございます。脱毛次回はね、電気関係、そうですね、家電が入るんですよ。はい、もっとでも家っぽくは、家っぽくはなるし、はい、家電選びは僕はちゃんとしてきたんで間違いないやつを揃えてきたんで、はい、はい、もうね楽しみにしててくださいというわけでですね、うん、ほぼ1ヶ月間ぐらいかかったんですけど終わりました。はい、はい、もうバンライフのね完成も結構近づいてきたっていうところで。結構近づいてきた。さすがに結構近づいてきたんで、また完成も楽しみにしてください。はい、はい、というわけでですね、親方お疲れ様、東大とチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますお願いします。それではまた次回、バイ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 。
しゃーやるぞの夏にサイバーマンデーで買っておいたんですよ。ギリギリでポチった冷蔵庫が噂の。そう、サイバーマンデーが終わる10分前ぐらいでポチった。この冷蔵庫にした理由の一つで、はいはい、冷凍庫と冷蔵庫が分かれてるんですよ。ほう、車生活においてこれすごい革命。これ革命だね。ね、こっちが冷凍庫で、はいはい、冷蔵庫ここっていう。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃいな。ヨーグルトしか入らんやん。めっちゃ不安。アイスいっぱい入れるか。この前作ったそこの棚あるじゃないですか。ここにね、はい、入るんで。はい。冷蔵庫が。おお。入って。おお。この辺にガンって当たるんですけどね。大丈夫、こんだけあるけど余裕だと。うん、全然問題ないね。そういうことですよ。はい。えい。でもってこいつっすね。はい、こいつだよ。例のやつだよ。例のあいつ。いやー、これがあるとね。バキバキに割れてる。皆さんお察しの通り。おうおう。重て。よっ。おお。電子レンジー。てってれー。てれれれってれー。違うよ、今てってれーだよ。てれれれってれー。違うよ、どっちでもいいわ。そこ重要じゃない。ついに導入したんすよ。いや、すごいよ。いや、もう革命でしょ。革命だよ。パカーン。じゃあ入れていただいて。腰気をつけて。今日なんかあんまいい役回り。おお。はい、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、じゃあ戻ってきてもらって。なんか扱い雑だ。絶妙。色合いがいいですね。楽しみ使うの。なあ、まだ一回も使ってないでな。まだ使ってない。何してんねん。トラックの運転手さんとかつけてるやん。つけてる、つけてる。海賊機とかつけてる。ワンピースの麦わら海賊団とかつけてる。はい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 。そういうカーテンをつけるため の, あのカーテンレールらしい。へぇー。ダイエットごやめ。首みたい。好きよ、お父さん。呆れて、呆れてた。違うって。息子ながらさすがだな。違う。ズボン、ズボンって入ってる。おー。
ついに我が家に電気関係と収納がついたぞ。すごいね。すごいよ。何がすごいって、とりあえずっすよ、これすごくじゃないですか。そう、ぽいぽいよな。そう、すごいぽい。ここにカーテンがあるの、すごいキャンピングカーっぽい。うん、ぽいぽいぽい。ここね、キャンピングカー大体やっぱついてるからね。ついてるんですよね、はい、これつける前ね、僕たちいつも思ってたと思うんですけど、めちゃくちゃ後ろとちらかってめちゃくちゃ後ろとちらかってたんですよね、いつもいつも。キャンプ道具も乗せまくってるからね。そう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 、とちらかってたんですけど、このカーテンをつけることでプライベート空間を隠せるし、うん、ここら辺の暖房とか、うん、エアコンがここで回るんすよ。そう、だから外に逃げないから、あったかい、省エネになるっていう、大事、素晴らしい。はい、このまま後ろ行くか。ここから行くか。行こう。オープン。おお、すごいすごい、すごい、鈴木だー。おお、よっしゃ。いいやん、いいやん、いいやん、もういいやん。なあ、電気行きましょうか。はい、スイッチがつきました。そう、ついたんですよ、こちらに。前までね、ポータブル電源に直差しでつけてたんですけど、ね、押しますよ。お願いします。この車内が、はい、おー、おしゃれ、おしゃん、これ、これめっちゃ便利、これめっちゃ便利なんですよ、本当にね。完全にバンライフ完全にバンライフ仕様、これはもう。これがサブの、ここですね、うん、おしゃれ。おしゃれ。ここ、ここ。いや、おしゃれだな、これは。ここ、おしゃれよね。うん。なんか夜とかさ、しっぽり作業したい時とか。うんうんうん。ご飯食う時とかでもね、オレンジなんすよ、ここ。うんうん。美味しく見えたりするし。うん。なんかいいよね。いい。ここを押すと、ほ。おー。スポットライトなんですよ。はい。夜寝る前とかね。うんうん。しっぽり過ごしたい時とか、うん、落ち着きたい時とかはこれ一個でいいかな、みたいな。ここら辺でこう寝転びながらさ、まだないけど。漫画とか読みながらさ、眠くなったら、あ、寝ようっつって。じゃあこれ消して、つって。あー、いいはい、二つ家電が入ったんですよ。こちらね。前回何？低いからね、これ。うち低いんでやる。よっ。おー。開けるとね、ちょっと汚い冷蔵庫が入ってて。よっ。冷蔵と冷凍ができる。そう、冷蔵が極端に狭い冷凍庫が入っております。すごいよね、なんでこんなちっちゃいんだろう。何入れんだよ。まだ電源つないでないんですけどね、うんうん、ちゃんと冷蔵庫がここに入って、はい、これな、これな、そう、これよ、これよ、前の旅では考えられない家電。そう、いらっしゃいませ。うわー、どうも。入ってくる。真数なカメラ。冷蔵庫は1個は絶対必要だなと思ったんですけど、そうだね、もう1個つけても電気余力あるかなと思って、はいはいはい、悩んだ末にレンジが結局一番楽に飯作れるかなっていう。疲れて帰ってきた時とかね、そう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 、チーンってして食べれたら楽だよね。ここ冷凍できるから、はいはいはい、冷凍食材とかそのままチンしてくれるから、あ、めっちゃいい、めっちゃ便利なんですよ。この2つの家電とこの電気、うん、は、ポータブル電源で、はいはい、EF デルタで賄ってて、うんうん、こいつ自身も太陽光からね、うんうん、充電されてるんで今。そのまま太陽光を使って家電とか電気に流してるっていう。おー。オフグリッドです、完全に。オフグリッドな。そう、オフグリッド。絶対わかる。オフがグリッドだよ。だから夢のオフグリッド生活がこれでね、完成されたわけですよ。おー。すげー。いいですよ。はい、収納がつきました、うんうんうん、はい、こちらですね、ういはい、おこんな感じで軽い収納ができるようになっております。そうなんですよね、はい、まだコードとかまだ止めてないんですけど、そう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 。こう引き戸っていう珍しいタイプ。そう、なんかポタって開けるのがさ、大体なんか想像してた多分ものだと思うんだけど、うんうん、引き戸という選択にしました。うんうん、うんうん、いや、これ可愛いね、ボタンが可愛い。こっちがな、こっちが可愛いな。調味料、胡椒とか置いて。うちはまだ高さがねないんで、標準のハイエースだから、だ、ね、うん、あんまり収納自体はでっかいもの入れれないんだけど、うん、まあ、調味料とか、はい、小物とか、そうだね、こっちにもある。まだあっちにもね、2箇所2箇所、6箇所か。そうだね、いろんな引き戸があるんで、はい、各々ちょっと詰めていこうかなみたいな。そうだね、ここら辺またちょっと塗ります。マジで昨日終わったばっかなんで。そうそうそう。
いやー、というわけでですね、はい、結構近づいてきたよ、本当にもう、ちょっとずつ、すごいもん。こっち側はもうほぼ完成だよね。そう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 、こっちは完成してる。あとはもうカーテンつけるとか、ベッドと収納もう一個、そうだね。あと細いところをやっていくだけなんで、こんなに長く続いたDIYもねえ、残りわずか、ちょっと寂しい気もするんですけどね。そうだね。うん、まあでも大変なんでね、あれ。そう、ほんとね、めっちゃね、キュッてなってるけど。そう、俺がはしゃりすぎてる、編集を、あれはね。すっげえ時間かかってるんですよ、あれ。めちゃくちゃかかってるし、ほんとに。めちゃくちゃ考えてる時間もあるし、膨大なね、労力がかかってるんですけど。はい。憧れのバンライフまで。ほんとにもうちょっとって感じなんで。はい、引き続き頑張って。はい。行きましょう、親方。いつもありがとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、はい、年内には完成できるように頑張るので、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ親方お疲れと思ったらチャンネル登録の方によろしくお願いします。お願いします。あ、そういえば忘れた、家電はまた次回ぐらいに実験しています。はい、使えるかどうか。そうだね。はい、やってみます。また次回、バイバイ。バイバイ。レッド職人どうすか。ちょっとミスった。待って慎重にな、慎重に。ついちゃった。楽しみだね。そうだな、かっこいいフックを作るんだ。これがこっちゃんが選んでた。あ、いや、どれくらい悩んでた、これだけで30分こっちのね、壁が何もないんだよね。ちょっとフックつけて、フックとか買い物袋とかぶら下げようかなっていう、うんうん、安かったけど、なんかアンティークっぽくて、あれだね、剥がされた象の皮みたいな。めちゃくちゃ最高なさでもこっち見たらさ、ああ文句の叫びみたい。最高どの辺にするかっていう迷うな、これ。あのそう、いや、こっち、そっちじゃない。こう、うん、そう。全部投げやりだな。投げやり。よし、ここで。はい。慎重にな、ちゃん。はい。かなり慎重にな。己を信じるんだ。やばい、不器用だ、この子。いや、余裕余裕。やめて。そら、あーってやつやめて。やべえ。かっこいい。これ、センス。このセンスよ。うわー、天才だ。このセンス。めっちゃ嬉しそう。怖い、なんか、象の皮みたい。その感覚わかんないのよ。雪見大福みたいになったの。ないっすか。雪見大福。ちょっと待って、マイクだよ。親方がバレた。
ついに、はい、我が家に、はい、キッチンができました。キッチン、キッチンですよ。多分キッチンと呼んでいいでしょ、これは。そう、ワンケー。ワンケー。とりあえずですね、はい、今回何ができたかと言いますと、はい、まずこちらですね。まずこちらのですね、ちょっとあの汚いんですけど、はい、フック、そう、フック、はい、ここにこう、あー戻ってきて、あー疲れたーつってかけて、ハンガーでカチャって袋とか、うんうん、まあバッグとか、うんうん、3キロぐらいまでなら確かいけるはずなんで、そうだね、そういうものをかけるやつ、近藤チョイスなんで、もうおしゃれですね、必然的に。シトみたいな顔しとる。やめて、変な例えやめて、さっきから。そして、そして例のやつですね、私の椅子。なるほど。で、私の椅子をね、お父さんが作ってくれたんですけど、あ、はや、色塗り以外何もできておりません。すごいんですよ。これね。めっちゃ可愛くない？これはね、すごいよ。そう、これね、ちょっとね、こだわってもらってね、こう、しっかり椅子なんだけど、うん、こんな感じで、収納が、はい。これはもう、あーちゃんリクエストで。そう。収納ができて、うん、で、なおかつ、ここにラインがあるんですよね。うん。このラインを板で仕切ることによって、うん、大きさをね、変えることができる。で、こっちも同様で。そう、フライパンとかガスコンロとか入れるようになってて、もし物が変わってもこうやって、こんな感じで、大きさを変えることもできる。これね、二つにしてもらったのは、うん、基本的にこうご飯こうやって食べてるじゃん。お箸が足りないなとか、うんうん、なった時にこう別でこうやって開けれるように。あー、なるほどね。そう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 。はいはいはい、えらい。そうなってる。お父さんのおかげ。で、あとこっちも。あ、引き出しだね、これは。そう、引き出しがある。まあ、これはなんか箸とか食器類を入れる感じかな。そう。ね、なんであーちゃん専用かっていうと、はい、結構ね、収納の関係となんかこの辺の位置関係で、ちょっと高い高さにしてて、うんうん、これ僕が座るとですね、つくっていう。私だとつかないから。そう、これあの、座高の関係で。座高の関係でね。だから、あーちゃん専用っていうところになった。はい、私専用になりました。僕こっちです。吐きだめみたいなところ。まだできてない。テーブルがね、うん、できたんすよ。そう、入ってるんですけど、おぉ。おぉ、まあ、なんかパッと見はなんか、謎の構造なんですけど。そうだね。そう、何これみたいな構造なんですけど、うんうん、これを、よいしょ。立てて、ここのね、ここのカブトムシみたいなところあるじゃないですか。うんうんうん。これを、ここの穴に入れるんすよ。そう。ドッキングして、クッてやると。うん。完全にテーブルになる。わかりますか？すごいドヤ顔だよ、こいつ。ある程度固定されてるし、うん、ここの元々の天板とね、結構面で合ってるから、うん、ここになんか置いて食える。そう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 。とりあえずまだ安全装置的なのもまだつけるんですけど、ね、まあ、とりあえずこんな感じですね。はい。だから結構ね、しっかりしてるんですよ。そう、足もすごいしっかりしてるし。そう、すごい。だからここで椅子と机が今回できたことによって、は、う、い、ん。飯が食えるようになった。ちゃんとこの前みたいに、ね、床に食わなくてよくなったっていうね。はい。そう、そんな感じです。です。美味しいもの食べて。ね、チキンチキン。チキンですね。食べて。年末年始、楽しんでまいりました。はい。はい。というわけでですね、今回もお疲れ様、親方お疲れ様と思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでメリークリスマス。メリークリスマス。バイバーイ。バイバーイ。今日はカーテンです。はい、今日はカーテンをつけます。はい、つけます。よよよいしょ。カーテンをこしらえてきたのである。あいつ暇だな、さては。カーテンをね、はい、そこと、うん、そこと、ここにつけるんですよ。はい、ここで止めるよ。はい、お願いします。ここだ。おー、アクロバティック。あすごい体勢だ。できたー。おー、いいですね。めちゃくちゃ嬉しそう。
ええ、お父さんがジブランプをしてくれました。おお、机です。おお、俺たちがカーテンで遊んでる間に。そうだよ。こうやって開けて、うん、前まではここがね、うん、普通にフックだけだったんですけど、はい、ここに安全装置がついたんですよ。はい、でここに安全装置バーがあるんですよ。うん、これをこっちにやるとロックで、これがもう動かなくなって、はい、不用意に机が外せなくなると。そうそうそう、でさらにここにジュースホルダーがつくと。そう、前ねここにね置いてたのをね見てちょっと落ちそうだなって思ったみたいで、お父さんここに新しくつけてくれ。素晴らしい。ありがとうございます。暑いね。できた。わあ、すごい。おお、いいですね。全然残ってるけど。何してんの。めちゃくちゃ不器用やん。広げ方あれやん。広げ方おかしいやん。わ、すごい、見て、床になった。床の人。あ、広げてよ。でやねちょっと入ってないんじゃない？入ってない。入ってない。え？やり直しだ。俺の穴。やり直しじゃん。俺の穴が。そんな時もある。使えねえ俺。大丈夫こいちゃん。大丈夫だよこいちゃん。So we keep on dancing to the beat。インターホンのやつ。え？目が見えるし。見ない方がいいのにさ、この覗いちゃう。あの玄関のね、玄関のあれ覗いちゃうやつね。何してる？何してる？Such a good ride. While we call life, it can't be real. さあ、はい、というわけでですね、ベッドが、はい、ほぼ完成しました。素晴らしい。素晴らしい。いやー素晴らしいよ。本当に見てくださいこれ、見てくださいよこれ、よいしょ、見てほしい。ダダン、おお、なんてこった。お、あ
あの、あちゃん。なんてこった。なんてこったじゃないの、ね、なんてこった。いやー、いいですね。すごいね。いや、もうね、ベッドまでできちゃったら大概ですよ。いや、そう。まあ、人王って説明すると、はい。今回できたのいろいろあって、そう。まずカーテンだよね。あ、そうだね。シャーって、カーテンがつくようになったんですよ。はい。かわいいね。ねえ、かわいい。柄とかもね、この大きさのものとかないからオーダーメイドで作ってもらって、そうそう、チェック柄なんですよ。そう、名古屋でね、安いカーテン屋を探し作った、気に入った柄でね、ええ、そう、二人で作った。こっちもカーテンをつけて、はい、よいしょーって感じでね、両脇だからカーテンっていう。そうなんですよ。そうそう、ここにね、つけるだけだね。そう、うん、カーテンはね、つけたもののね、うん、結構ね、遮光性結構高いの選んだんだけど、うん、カーテンだけだったら外から見るとね、明かりがつけると分かっちゃうんだよね。そう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 、サンシェード買ったんすよ、わざわざ。そうだね、ここと、ここと、うん、あと後ろか、後ろにもちゃんと外から見てもほぼ真っ暗。うん、ほぼ真っ暗。なんか本当にちょっと薄く隙間から漏れてる時はあるけど、うん、それ以外はほぼほぼ、ほぼ吸盤でくっついてるんですけど、うん、生地自体もしっかりしてて、ね、なんか防寒もできてるみたいな、うんうんうん、そうだね、って感じで実際使ってみて、ちょっと、うんうん、で、あとはこっちなんですけど、はい、今ね、うん、今ね、ここの幅がだいたい150センチぐらい。そうだね。そう、私はちゃんと寝れるんだけど、こんちゃんはこんな感じで落ちちゃうよ。そう、俺170センチだからね、足りないんすよ。そう、なのでてれー、すごい。そうなんすよ。足場を作ったっていう。はい。この可愛い取っ手がついてて。可愛い。で、下はこんな感じになって。うんうん。いらないときは、よいしょ、これで下ろせるし、使いたいときは、ここ引っ張れば、ガチャン。50キロまで一応耐えれるらしいんで、うんうん、まあ、ちゃんと安定はしてるかなっていう。はい。で、あとね、うん、これですよ。今思い出したわ。ここにね、空気口みたいのが。ああ、そうだね。あの、リアヒーターって言って、うん、後ろ側の暖房が出る機械なんですよ。こっからパイプをこの下に這わせて、で、こっから出るようになるっていう。そう、本当はお父さんはこっち向きにね、やれば風がこっちに行くからあったかいよって言ってたんだけど、なんかこんちゃんがこの向きに、いいね。まあ走ってる時とかね、うん、ドライブしてる時とかに前のあのリアっていうスイッチを押して、うんうん、そうだね。で、あとここにね、暖房ボタンをね、上げればあっちから風が来て、そう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 、この家を温めてくれるんですよ。温めといてくれる。そう、なぜならこの家ね、暖房がないから。そう。だから走ってる間に温めて、あとは耐えるっていう。そうです。そんな作戦です。はい、はい、で、ベッドですよね。そう、俺実はいろいろ間に合ってなくて、うん、マットレスがね、俺の実家のやつから無理やり持ってきてるんですけど。そう、ほっ、ほい、よいしょ。よいしょ。ベッドを下に収納できるようにしたんですよ、うん、はい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 。これとかピッてやるとこれが出てきて、はい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 。で、これ引っ張るとよいしょ、こうなる。おー、だねー、だねー。あの、一軒家とかのね、地下にさ、こうちょっと置いとけるスペースとかの、あ、そうそう、貯蔵庫とかの感じ。そうそうそう。で、これも一緒でこうやって引っ張るとよいしょ。おー、ちょっと汚いけどな。そうだな。本当はこの床も、うん、はい、あのクッションフロアを引こうとしてたんですよ。そう、下のやつと同じクッションフロアを、ね、模様が、なんて言えばいいですかね、模様が、なんて言うんだろうね、あれ、縦じゃなくて木目が、そうそうそう、木目が横に入ってたんですよね。そう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 。で、床はあとクッションフロアを貼ったらもっといい感じになるはずです。そうだね。そう、ラストはですね、うん、こちらです。バックドアにおしゃれなやつがついた、うん、そう。もともと真っ黒だったんよね。そうそうそう、真っ黒なプラスチックで、もともとハイエースだからそんな感じなんだけど、横と天井のね、雰囲気で合わせようと、そう、それをはめ板を新しく買って貼って、はい、天板に合わせて、そう、この茶色もつけてみたいな、親方のね、こだわり。そう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 、いや、こうやって見てもやっぱり統一感がある。そうだね、うんうん、やっぱそこ白くなるといいわ。いいですね。いいですね。気に入りました、とても。というわけでですね、はい、もう今日はこのまま寝てしまいたいんですけどね。そうだね、もう結構時間も遅くなっちゃって、DIY 終わってね。そう、 DIY さっきちょうどできたばっかなんです。12時くらいなんすよ。そう、そう、もう眠いんですけどね。眠い。ベッドね、ちゃんと完成してから出せると思ったんですけど、うん、マジで時間かかってて。そうだね、最初のあのルルって
メンバー紹介あるじゃないですか、ね、あれ去年撮ってますからね、これも全然ね時間かかってるんですよ、ベッドが進まなくて。言うて DIY に関してはあと何本だろう、ね、1か2かな。そうだね、いや毎回こんなこと言っとる気もするんだけど終わらんないやでもベッド作ったらあとほんと細かいところ終わっちゃうんで、うん、多分マジで1本か、ね、出して2本かっていう感じですね。はい、ちょっと寂しい気もするけどないですね。親方はね、もうそろそろ終わりたかったんです。店内中に本当は終わりたいって、本当に終わりたかったんですけどね。ちょっとね、事実上もう寝れるんだね、ここに。そうだね、もう今寝ようと思えば寝れるんで、はい、完成したら車中泊でもしようかなみたいな。そうだね、気もしてるって感じですね。全然もう居心地自体はね全然いい全然いいもう眠い、全然眠い、もう寝ていいここではい、またね引き続き DIY も見守ってください。はい、お願いします、はい、します。というわけで DIY お疲れ様と思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回、バイバイ。バイバイ、おやすみなさい。眠てぃ全然にやかんねそうね、今回の DIY で最後になるかもしれねえ。作業か、いいか、はい、気合入れてけ。はい、気合だ、押す気合の入れ方あじゃあさ、はい、ベッドがこの前できたじゃないですか。うん、この前ね、ここの中がね空洞で人が乗ると危なかったのよ。そうだね、きしむ、そう、まだちょっとねぎしっていう感じね。実家帰った時に、はい、見てくれよっ、おお、スムーズになった。あれ？あ、ここか、つけたんだ。そう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 。ここに支柱をね、はいはい、二本作ることによって、おお、この板の重みが分散されるから、なるほど、危なくなくなるのよ。おお。しかもこれはこうやって取り外すことができる。長いものを入れるときは、これ取って入れて、蓋閉じるときはこうしてこうして。めっちゃ楽になったな。どうですか？良い。あ、じゃあ寝てんのか。電気無守ってるように見えるかもしれない。日頃の行いが悪いからね。一見ウィンクできる。マジ？ウィンクしてみて。ウィンク分かってない。ウィンク知らないでしょ。Hey, won't you pour me another? I'm going in.So wish me good luck. Yeah, I gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off of you. Maybe we will regret this, but tomorrow. Oh, すげえ。おお、すごい。おお。あれ。あれ？なんで？え？あめですね。オッケー。 One too many should go home to my bed, sleep it off. But I can't stop believing you're the one I'ma be with tonight. So I will do anything, I will do anything to make you mine. Hey, won't you pour me another?というわけでですね、はい、我が家に我が家に映画館ができました。すごいよこれは。映
画館。映画館。映画館な。大きく言うと4つっすね。はい。見てほしいです、これはね。よっ。まずね。はい。カーテンができた。そう、カーテンがこちらにつきました。そう。ようやく。ちょっとあの、丈長くて。長いんすこれ。何のためのオーダーメイドやねんっていう。あの、本当はね、ここに下垂れる予定だったんだけど。さーってね。そう、だけど。おしゃれな、板張りにしたばっかりに。板張りにしたばかりに、閉まらなくなるっていう。だから、はい、まあせっかくオーダーメイドしたけど、うん、またちょっとカーテン短くしなきゃいけないっていう。ちょっとだけ短くしまくる。しゃあない、しゃあないもん。はい、しゃあない、しゃあないですね。で次はですね、はい、隠し装置ができたんすよ。そうなんですよ。見えますかこれ？何か入ってる。そう何か入ってる。これ何やねんっていう話なんですけど、はい、これ実はですね、こう引っ張ると糸が出てきて、この先に糸を引っ掛けるところがあるんですよ。こっちに引っ掛けると。よ洗濯ロープ。そう、馴染みある人いるかなこれ。なんかよく海外旅する時とかバックパッカーが、うんうん、ハンガーとか持ち歩かないからさ、ロープを持ってベッドとベッドの間に吊るして結構洗濯物干したりするんですけど、それは全然馴染みあるそれなんすよ。日本一周中さ、銭湯は1日おきに入ってたけど、そうだね、そうタオルをねどこに干すか問題がやっぱりね、でかかった、でかかったんでね、うん、今回これでね干す場所を作ったよっていう。はい、続いてはですね、こちら床です。うい、そう、前までこんな感じで、うん、もう木の無垢な状態、そう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 、だったんだけど、クッションフロアを貼りました、うん、そう、はい、全然違うでしょ。ねえ、いい感じ。ここはねちょっとまだあれしたいので、うん、まだなんだけど、ちょっとセント君がいる、セント君が裏返ってるセント君に守ってもらってます。そうですこことかもね、クッションフロアを最初から考えた大きさでカットしてもらってたから、もう隙間なく、隙間がなくて、うんうん、裏もちゃんとこんな感じで綺麗にね、そう、貼り付けできたんで、これ親方魂ですよ。これは親方魂、親方魂炸裂ですわはい、どうしたどうしたそして、はい、ラストっす。ラストだね。もうね、一番かっけえやつっす一番かっけえやつ、はい、一見普通のね、うん、壁なんですけど、そうロックを解除して、うんうん、よっ、この取っ手を引っ張ると、映画館になるっていう。そうなんですよ、スクリーンが出てくるんですよね、そう、いいよこれ、ほら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 、これはすごい、ほら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 、いやふぬ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 こうやって今腹筋きついでしょおー、いいですね。そうやって見れるっていうね。ポテチ食べながらね、ここでこうやって見るんだクソインドア、すごいしね、有効活用できてるんですよ。ね、あのこれもともとね、ジャンボにも乗ってた、そう、日本一周当初から乗ってたんですけど、そう、スクリーン自体は、うん、1回だけ動画でこれなのがあるよっつって、うんうん、こんなのあるから使ってこーみたいな感じで撮って、みんな言ってた、それ以降一回も使ってない。使ってない伝説のスクリーンなんですよ。 それがね、この車を変えて時を得て新たにね、活用ですよ。そう、あ、もう作戦通り作戦通りというわけで試写会します。はい、試写会しますおや、お、お、お、ついたついた、来た来た来た、おー、よかったよかった、おー、おー、すごい、おー、すごい、いいよいいよいいよ。数ある動画の中でなんでこれを、すげえすげえギャルだ、めちゃギャルだ誰車が映画館だよ、あちゃん、あ、すごい、すごいわ、面白いけどこれはいいかなこれさ、おつまみとかさ、お酒とかいろいろ飲みながら見るんだよ、お塩友達とか呼んで押し返したいもんいいですね、めっちゃいいな、アニメはかどるな、これやばいな、アニメはかどるな、これな。さあ、というわけでね、はい、これやばいな、はかどる、いや、これはかどるわこれめっちゃ嬉しい、これははかどる、マジでこの車借りたい、友達と見たい何をするんだ、何をするんだ、やめろ、変なことすんな、徐々に近づいてきたね、そうだね、徐々に終わりが、ずっと言ってるけどね、はい、あのね、そう、今回終わりかと思ったんですけど、なんかまだ終わらなくて、そう、そう、多分あと 1,2 回かなって、前も言ったそれは 1,2 回で終わる、1月で終わると思ったんですけどね、終わんなかった、うん、終わんなかった、ビビる、ビビる、本当にベッドさえできたらもうこっちのもんなんでね、そうだね、そうそうそう、もうちょっとだぞっていうところで頑張っていこうと思いますはい、はい、というわけでですね、今回も親方お疲れと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。
はーい、それではまた次回、バイバイ。バイバイ。なんか見たいな。なんか見ようよ。ウェハースだな。これちょっとな、どうにかしたいな。そんな時はこれ。でれーん。食感ボンド。おい。お父さん。頼るのが早い。頼るのが早い。来た。ありがとうございます。行くぞ。慎重に塗るんだぞ。はい、B 型だから大丈夫。まちゃん A 型だっけ？ O 型。無駄な嘘つくのやめ。カリカリになってる。カリカリになってます。あ、上についちゃった。ダース、ダース回してくださいよ。歯の耳つけるか。ええ、足ぶつけても痛くないように。そうだね、ふわんふわんにした。おー、よし、次。おお、いいね。あー、オッケー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 、バッチリだな。ね、ただいまー。うん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 、なかなかそんなことにもならない。無事であるなあ。完璧だ。今回はな、はい、ベッドを前回でクッションフロア貼ったじゃないですか。はい、こっちこっち貼って、そこだけ貼ってなかったのよ。そうだね。今回はこれにあるものをね、取り入れるために、はい、ちょっと車一部壊して、壊してぶっ壊すぞ。ボーンって破壊して、最高なやつをつけて、クッションフロア貼って、完全なベッドに今日でなると。おー、頑張るぞ。頑張ろう。あー、うぅ。俺は撮ってるからな、あちゃん。これとこ映さなくて、見逃さなかった、それは。頑張るぞって言った後にこれだからな。見ろこれ。おお、何これ。めっちゃ強そうね。おお、やべえ、中二心くすぐるぜ。この辺めっちゃ頑張って作ったけど。そうだね、諸事情で、あの、今からここ結婚します。せっかく頑張って親方が作ったのに。いや、俺らも頑張ったよ。ガンで作ったけど、ちょっと穴開けるわ。やだ、悲しいな。悲しい、こんな悲しいことはない。行くぞ。はい。大丈夫。歯が、歯が悪いから、もうちょっとずっと押してみて。俺のスパイラルドラゴンが効かない。ん、頑張れ。頑張れ。しよう。おお、来た、ちゃん。おお、貫通した。これが俺のスパイラルドラゴンだ。写真よ、こんちゃん。本当はかっこいいと思ってる。おはよう。余分なドラゴンって意味だから。余分なドラゴン。何それ、我が家の新しい頼もしいメインバッテリーになるんで。そう、ちょっとこいつを乗せるべくちょっと DIY を進めます。えい。
い、ついに、うん、我が家に、はい、ベッドが完成してメインバッテリーがつきました。おーめでたい、これはめでたい、大いなる進歩、生活の基盤、はい、見てくださいよまあ見てくださいよ、一旦見てください、よっ、こちらっすね、はい、なんということでしょう。おー、素晴らしいですね。全面的にクッションフラがようやく貼られたというところで。はい、バッチリだね、これで。はい、あ。ちょっと一部トラブルがありまして。はい。ちょっとここにあの、落とし穴があるんです。最後の最後でちょっとミスっちゃって。そうなんですよ。ちょっとね、落とし穴があるというところで。はい。気をつけてください。はい、もう気をつけてくださいね。次回やります。はい。ベッドはもう完成だね、ほぼほぼ。側面もね。はい。あ、寒いな。やだな。あ、寒い。寒い。やだ寒い。あ、そうだそうだ、ここも貼ったよ、そういえば。あ、そうだね、このウェハースみたいなやつだったんですけど、うんうん、ちゃんとねこういうやつをつけましたよっていう。で、あとはよいしょよいしょ、これね板貼りました。はい、おー、いいねいいねいいね、おしゃれ感ある、おしゃれ感あるよ。本当に、うん、そんなジャージで恥ずかしいですほぼすっぴんですけどやっぱそこが木だといいわ。いい、よかったね、めっちゃいいです ね。じゃあ戻るわ。うん、寒いから閉めて。はいマジサメ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 。そしてですね、はい、今回の目玉商品は、はい、こちら、この子ですよ、この子です。愛しいですね。最後、ポタ電のトップクラスの大容量を持つポータブル電源です。なるほど、 AC200MAX っていうね。おー、知ってるかあんちゃん。おう任せろ、俺に任せろ。うちさ、この前車中泊した時にさ、うん、停電になったじゃないですか。そうなんですよね実はあれね、結構前から知ってて、やっぱりね、ちょっと調子乗るとやっぱり切れちゃうんすよ。そうだね、電源って、うん、だからこの大容量のね AC200MAX めっちゃ望んでて、この子がそもそも 2048Wh っていうマジですごい大容量で、それだけでもすごいのに、僕は持ってないんですけど、拡張バッテリーを使うとさらに容量がアップして最大 8192Wh まで変えれるんですよ。もうすごい機械なんで、うんうん、スマホのアプリと連動してて Bluetooth でつなげて、もう中身を見ることもできたり、そうそうそう、ハイテクである、すごいのよ、遠隔操作できたり、ちょいちょい、おいでおいでおいで、はい、めっちゃバーってあるじゃないですか。いっぱいある。こんな感じで DC から、はいはい、でほいほいほい、 USB-C の 100W とかめちゃくちゃありがたい。はい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 、よう使うもんね。これも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 で、あとこれもっていうね、すごいね。こんな感じで最大16台の電気製品をね同時に充電が可能で、へー、なおかつ、うん、これちょっとタッチパネルで、ちょっとまずかっこいいんですけど、そもそもこれがかっこいいんですけど、これすごいね。これ見ててください。はい、充電されとる。ワイヤレス充電が2台いけるっていうね。すごい。素晴らしい。だからもうここで寝るやん俺ら。はいはいはい。まあ寝る時にケーブルがすごい絡まる、もうやめてみたいな。はいはい、はい。ケーブル絡まりまくるみたいな。なかなかないけどね。そんなことはないんですよ。なぜならここに充電ができるから。なるほどね。ちなみにぶっ壊したじゃないですか我々。はいはいはい。ぶっ壊した理由としては、あそこに穴を開けて AC200MAX の横にね充電するプラグの穴があるんですよ。上のソーラーをこいつに繋ぐためにわざわざぶっ壊しました。穴を通してさせるようにね。まさかね、今になってこうなるとは思ってなかったんですが、今になってなんかねちゃんとできてきたやつをぶっ壊したと思ったんだけど充電速度はブルーティーの独自技術によって、オプションで2つの AC アダプター充電器から同時に充電して、もう最短 2.5 時間ほどでフル充電が可能。リン酸鉄リチウムイオン電池採用。大丈夫？大丈夫だよBMS 搭載、安全安心。また新技術によって高充電サイクル回数は3500回以上なのよ。なるほど、すごいね3500回って。すごいのよ長いこと寿命があるっていうね。この子がね来たので、過保護だからうちはもう厳重に警備厳重に警備してあるんで、白いやつでこんちゃんのお父上がそうですね、AT フィールドを展開してくれたんでとりあえずもうねこいつがあれば、うん、もう停電は起きないんじゃないかなっていう感じで。そうだね、うん、明日からはもう安心やな。
いやー、というわけでね、はい、ついにね、我が家にベッドがもうほぼほぼ完成して、そうだね、静電問題も、うん、おそらくね AC200MAX ちゃんで、そうだね、はい、解消されるはずなので、はずなんでね、うん、ほぼほぼ本当に DIY のもう大きな部分がこれでやっと終わったって感じで、そうだね、あとはもう本当に細かいところ、うん、修正とか装飾系をやったら、そうだね、もう本当に多分完成です。何回も言ってますけどあと 1,2 回で終わります。これはもう、はい、何回やね、もうでかいとこないからね。そうだね、大きいとこはない、うん、そんな感じでね、はい、3月中にマジで完成させようと思ってるので、はい、はい、引き続き DIY 頑張ります。はい、というわけでじゃあ親方、今日もお疲れ様ですと、お二人とチャンネル登録とかよろしくお願いします。お願いします。というわけでまた次回、バイバーイ。バイバーイ。よし、あーちゃん、今日はな、細かいことをやるぞ。お好み焼き、お好み焼き、気蒸しで頭いっぱいだもん。でかい部分はもうほとんどできちゃったんよ、もう本当にすごい長い間やってるからな。そうだな。そう、だから今回は細かい修正とか、うん、あー、かゆいところに手が届くっていうところをやっていこう。はい。こいつがね、薄くなっちゃったんだよね、だいぶ。めっちゃ薄くなった、本当に学校の机みたいになった。もう使い込まれたやつね。めちゃくちゃ乗ってる。何これ、アイエス専用のね、ゴミ箱らしい。運転席とかのさ、取っ手のところ に、 ところに、ね、ディッシュとか突っ込まれてたりさ、はいはいはい、ペットボトルそこら辺にほかってたりする、はいはいはい、それをどうにかするためにゴミ箱買った。なるほど。そう、あんちゃんも鼻かんでディッシュそこら辺にポイポイするから。してないよ。ビルトイン。うお、どうした。どうしたんだ、こんちゃん。ビルト、ビルトインできません。サイちゃん、ビルトインできません。ドリンコンでだから、そうだね、引っかかって、あお、お、お、てっ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 てる、お、すごい、かっついた、完璧、見て、ゴミ箱できた、すごい、うぇー、Oh my god. It's my first time here. Maybe you can show me out of here. I think she got something in me. おー、できた、すげー。平安貴族になった。勇者みたい。すごい、位が高い人のやつだ。よいしょーってすれば、すごい、これで夏とかな、涼しい中過ごせるぞ。そうだね、虫気にしなくていい。うん、貴族のすることか。仕切りできた。おー、わ、すごい、おしゃれ。ありがとうな、Thank you。 すいません、ありがとうございます。すいません。すげえ、俺の腰がめちゃくちゃ安定するニトリのやつ、御用達のやつ。すいません、ありがとうございます。なんでもないです。出せ、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 
あ、すごい、全然違うな。じゃなくて、もう細いのめっちゃやったんすよ。そうだね。パン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 ちょっと紹介していこうと思うんすけど。はい。とりあえず、すげえよこれ、ほらもう見た目。なあ。半端ねえおしゃれ感。めっちゃおしゃれやぞ。パネーズ、おい。おーい。おーおー。これでもなおおしゃれ。まず、そうだな。このマットレスだね、あいちゃん。はい、こちらですね。はい。ほぼ、うちの母特製です。ありがとうございます。ありがとうございます。マットレスなんか普通に発注してサイズ合わせてくれるやつとかもあるんですけど、うん、近藤の腰がもうね、言わしてるんで完全に。そう、なんかどんなマットレスがこんちゃんの腰に合うかわからなくて、うん、だから変に発注しても痛くて使えないかもみたいな。そうそうそう。だからもう今実家で使ってるニトリのね、ボコボコのやつ、これでやるってなってサイズを合わせてもらったっていう。そう、あ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。アフタヌーンティー楽しみにしててください。3つに分かれてるんですよ。ここ1枚と2枚と3つで分かれてて、はい、前のね経験を生かして、そう、取り出さなきゃってなったらペッてやってすぐにこう取り出せるように。ちょっと汚いけど。ちょっと汚いけど。で反対も同様にすぐにこうやってパタンってして、よっと。おー便利。で最後の1個がこの足元をよいしょ上げて、よっ、ここに乗せると。で、180センチのベッドが完成っていう。はい、足を伸ばしても余裕ですよ。あ、く、まぶし。ばあちゃん、そもそも余裕やろ。あー、完璧に180センチなんでいけるっていう、はい、そうだね。はい。で、ここよ。ここですか。ここ、わかります。ここシュってなったんすよ。そう、シュってなった。シュってなって前がね、思いつきでやってたから。そうだね。出っ張ってたんすよ。そう、すごい出っ張ってた。動画で見返した時に親方もちょっとブサイクだなっつって納得いかなそうだったんで、はいはいはい、壁またぶち開けて収めるようにして。そうだね。ここにもう面で合わせるっていう。またそう、ここがほんと合ってるから。すごい見た目変わってスッキリしてね。めっちゃスッキリした、ほんとに。なあ、圧迫感違うよね。全然違う。で次がこいつっすね。おしゃれ。そう、おしゃ鏡。おしゃれな大学生カップルがやってるやつ。サムネとか撮ってるやつ。完全に丸。イエイ。わあ、白色の電気をね、LED のバーでつけることによって、うん、肌の色がすごい見やすいっていう。そう、だからメイクがちゃんとできる。うんうんうん、こっちの色だとね、黄色だから、メイクがやっぱりこう肌の色がわかんなくなっちゃうんだけど、うんうん、白をつけることでちゃんと肌の色がわかるから、ここにメイク道具とか入れて、
ここら辺でこうやれるっていう。ジョイライトが車の中にあるっていう。おしゃれ。電気は磁石でくっついてるだけなんで。おお、なるほど。鏡ももし割れた時のためとかに。これがね、斜めに刺さってるから、うんうんうん、万が一割れたりね、汚れた時のためにまた買い直せば買えれるっていうね。で、次がこちらですね。へえ、ジャンボチュニットどうぞどうぞってやる平安貴族になれるやつ。ここがマジックテープになってて、こうやってつけることができるんだよね。完璧や。そう、で、これでこんな感じで開けることもできる。で、こうやって閉めればもう夏はね、そう、快適にね、蚊に怯えることもなくね、優雅にここで寝ることができると。平安じゃん。そうだよ、平安貴族ですよ。これが貴族のたしなみというやつですよ。すげー、これが完璧だよ、本当に、まあ、こっちにね、前まで普通の板だったんですけど、そう、ドアをつけたんで、うん、よ、ここを開けばね、はい、また収納がこっからもうポイポイポイってもうほかれるっていう。そうそう、ちょっとぐちゃぐちゃだけど今。そうそうそう、寝袋とか見えてるけどここでも結構ね便利なのよ。これね、ありがたいね。まだあるんすよ。そうなんですよ、まだあるくて。今回はいっぱいある。昼間っすよね。そう、ここ透明になったの。シャクリアなやつになって。そう、もともとこれ中古の車だから、うん、前のオーナーさんが多分黒いフィルムを貼ってて、そう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 、全然外からもね見えなくてよかったんだけど、うん、ちょっとやっぱ光が足りないなと思って。めっちゃ暗かったね、そう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 、車内がやっぱり。だからもうこの黒いフィルムをね剥がして、うん、そしたら結構光が入ってくるようになって。そう、だいぶね明るくなったよね、車内が。うんうんうん、雰囲気めっちゃ変わった、うん、ここっすね。そう、ここですよ。皆さん覚えてますでしょうか。冷蔵庫が入ってるんですけど、そう、今まではこれカパってやって、うん、すごい開け閉めしづらかったんです。そうだね、今じゃね。これが今じゃ。おお、来て冷蔵庫にすぐアクセスできるっていう。そうだね、これね、なんか結構視聴者さんとかにもね、こうしたらいいんじゃないってアドバイスいただいてて、コメント欄で。そう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 、おかげさまでもうめちゃくちゃ簡単に冷蔵庫が使えるんで。はい、で、あとは、うん、椅子の後ろにね、収納したね。そう、収納をやったマスクも毎日使うしね。これ地味に便利、まあ買っただけやけど。そうだね。あとめっちゃ地味なやつで言うなら、うん、これっすね。はい、鍵とかをこう引っ掛けるようなやつ。あ、なるほどね。そう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 。で、最後に、はい、サーキュレーターを買ったんすよ。はい、スノーピークっていう、あの、おしゃれな、無駄に、うち換気扇つけてなくて今回。そうだね、迷いに迷った末に、うん、これをつけて、この金具を、例えばここの天井のね、はめ板にね、引っ掛けて。めっちゃいい、便利。そう、こっからね、自分たちのここにピューって狙い撃ちできたりする。はい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 、そんな感じ。はい、はい、というわけでね、はい、いろいろね、ありましたけども。そうだね、これでアンライフのほぼほぼの DIY は終わったんすよ。そう、ほぼほぼ終わった。そう、まあ、あとは本当に簡単な、例えば配線をつないだりとか、うんうん、あとはもう装飾、そうだね、おしゃれな飾り付けしたりとか、まあ、だから本当に大規模なやつが終わったというところで、はい、車検に行ってきます。そうですね、あとはもう通るかどうかっていう。そう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 、構造変更と車検をしなきゃいけなくて、うん、もうそれが通ったら正式にね認められた車っていうところで。そうですね、そう、通らなかったら解散ということで。解散解散です。ありがとうございました。明日からね、ちょっと陸運局行って、はい、まあ、書類書いたり、うん、ユーザー車検したり、構造変更したりと、はい、ちょっと行ってまいります。はい、通るといいなって感じで通ってほしいな、通ってほしいな、うん、まあそのためにちゃんとやってきたんで。そうだね、おそらく通るはずなんで、これは、うん、というわけでですね、はい、親方とあーちゃんのお母さんお疲れと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。というわけでまた次回、バイバイ。バイバイ。何これYour mama told her I know it is. Girl, it got the cool kids on the first day of school. I know it hurts so bad. Let it go, let it go.
pull down your pants. I know it hurts. お、着いた。いいね、いいね、いいね。では最後の作業です。お願いします。 MVP の親方が一級入魂に行きますよ、はい、来たー。あーできたー。あーできたー。10 9 8 7 6 5。もうちょいもうちょい前、もうちょい前。はい、というわけでね、はい、ご覧いただけましたでしょうか。ましたでしょうか。きっと早送りしてる人が大半だと思いますので、ね、値段だけ気になるからといって早送りしてるだろう。まあ分かってるんですけどね、うん、暇な時とかね、そうだね、車の歴史を見ていただけたら、はい、作業 BGM みたいな感じで、はい、はい、そんな感じでね、金額発表しようと思います。ます。本当にゼロから発表しますわ。はい、発表しますね。お願いします。まあ、順に説明していきますね、うん、まずホームセンター、まあ、いろいろ行ったな。いろいろ行ったな。ホームセンターこの10ヶ月で何回行ったかわからん。何回行ったかわからん。何種類行ったかわからん。何種類行ったかめちゃくちゃ回ったんですけど、うん、ホームセンターだけで124,600円使ってます。おまあそうだよねっていう感じの、しょうがない、しょうがない、はい、バカほど使ってるから、はい、本当に。これは次、断熱と防音ね、うんうん、丸2日かかって、かかりました。大変だったなあ。ほんと雨の中ね、綿一生懸命詰めたり、うん、なんかよくわからんけど貼ったり、そう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 、ね、いろいろね、よくわからないところから始めたんすけど、8万円です、あれは。はい、まあ、これは高いと思うか安いと取るかわかんないですけど、うん、まあ僕は労働の割に結構大変だな、高かったなっていう。まあでも本当に音は聞こえなくなった。本当に効果はある。あれはすごい。前に外からずっと喋りかけてんのに全然こんちゃん聞こえてなくて、ずっと車の中で笑われてたことがあって本当に聞こえない。で次がコンソールボードね、運転席と助手席の間にある茶色い、はい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 、間のねボードは1万円ですね。安い安いね。あれ市販で買うとマジで高いから。結構高かったね。本当にそれっぽいおしゃれなやつで行くと本当5万以上は絶対するんで、うん、あれは安く作れたなっていうところで、はい。でデカロですね、椅子ですよ。もうあれは腰の命のね命を守る椅子みたいな、はい、本当にジャンボからね使ってるんで、うんうん、まあただって言えばただなんですけど、うんうん、このハイエースに付くためのハイエース専用のレールみたいなものを、あそうだね、そう取り付けなきゃいけなくて、うんうん、そのレールが高くて5万しました。高いデカロがもともと高いのにね、そうそうそう、さらに高いなんでレールそんなすんねんまあしょうがないじゃん、はい、命のあれなんで。そうだな。で次ソーラス、上のね、上についてるやつ、最初はもともと2枚だったんだよね、うんうん、でボタデンが増えたことによって3枚合計で取り付けたんですけど、はい、87,000円。おー、まあでもこれもね、命の源ではないこれがないと私たち何もできないからね。そう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 電気はもちろん、レンジ使うのも冷蔵庫使うのも、そうだ ね、 ね、編集するためのパソコン充電するとかさ、そうそう、 YouTube 上げるにももう全部電気が必要。電気はいる、はい、電気はマスト。で次ベッド、はい、ベッドね、ベッドです。8万円っす。おお、いったね、いったね、そんないった。骨組みに使ってる SUS っていうね、はいはいはい、はい、なんかパイプみたいなやつ、パイプのね下のね、そうそうそう、はいはい、これが5万円するなかなか、ちょっとよく分かんなくて何を取り付けたらいいか、動産も初めてだったから、うん、余らせてしまったとかあるんで、うまく作れる人はもっと安く済むと思うけど。なるほど。まあ俺らの場合は手探りであったんで5万かかったっていうのと、はい、あとはニトリのマットレスだね、はい、3万円。そうだね、星の命そう、なんかオーダーメイドする人もいるし、うん、私たちの場合は最初の車8000円のニトリのやつ使ってたんだけど、うん、こんちゃんの腰が悪くなって、いかんせんね、腰よ、もうもう腰って何回言ったか分からんけど腰はマジだよ。そう、だから長距離運転するからね。そう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 、っていうところでこんちゃんの腰に合ったマットレスニトリで買って、 それを塗った
ったりしました、自分たちで。そういうことです、はい。だから本当腰めっちゃいい人はそんなにお金かからん。そう下手したら8000円です椅子も買えんでいい。そうだな。で次が、はい、天井ね。あ、これね。あと壁とか、はいはいはい、もう板張り板張り、うんうん、これをするかどうかによってね、もう車内の雰囲気全然違うからね。だいぶ変わるね。この板張りのためのはめ板と、あと床のクッションフロア、はい、板張りするにあたっての窓を埋めた断熱材、うん、合わせて88,000円です。まあでもまあまあまあ88,000円でこんなおしゃれになるならと私は、うん、一般的な多分考えで言うと思うけど。そう、どうなんでしょうか。88,000円ですね、はい、まあそんなもんだろうなって、うん、なんかそんな感じはする。で次電気関係です。はい、ソーラーとは切り離して言うんですけど、うんうん、ここについてるスイッチ、うんうん、あとライトだよね。そうだね、うち結構ライトついてる。はい、あとはもう地味にコンセントとかもついてる。そうだね、結構ついてる。まあもろもろ電気関係含めると21,000円。おー、でも全然安いのでは。21,000円でこんだけ明るくてな。そうだね、スイッチ1個で切り替えれるさ、うん、便利さとか取ったら全然いい。全然いい。すごい。冷蔵庫は Amazon のサイバーマンデーみたいなやつで買って25,000円。安いと思う、でかいからね。でレンジが10,000円。安いね。レンジ安いな。安い。なんか1万円で安く見えてくるそうでまあポタ電ですよ。はい、この EF デリタと、うん、ブルーティー AC200MAX は、うんうん、僕らあの案件でね、そういただいたものなので、そう0円です。はい、これはマジででかい。これが一番でかい。これ一番でかいこれ本当に。そうだな、買ったら2つ合わせて40万円くらいするんで、はい、それが0円になってるっていうのは、うん、ありがたい。そうめちゃくちゃありがたい、はい、本当にあの YouTuber やっててよかったなっていうでカーテンですね、オーダーメイドしたんですよ。そうだね、そう車用のがなかったから、うん、カーテン屋さんに行ってオーダーメイドして、まあ、レールとカーテン全部合わせて45,000円。これはちょっと高かったね。これはいかん、これ失敗したわ。そうだね、しかもあの竹も失敗するっていう。そうそうそう、全部失敗してる結局手縫いで直したりしてる。そうそう、じゃあ手縫いで作りゃよかった。そうなんですよね。そうそうそう、安く済ませれる人は全然なんか手縫いでやった方が良かったと思う。こだわってたんですよ結構。そうだね、最初の方とかもう絶対この柄がいいとかね、いろいろやってたから。そう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 、まあ、しょうがない、仕方ない、はい、で今防虫ネット、はい、あの裏の平安貴族だね、あっちゃんの好きな、うんうんうん、平安貴族は13,000円。はい、塗料とワックス、天井とかこの壁っていうのはもうムクの木なんで。そうだね、それをこの茶色とか白色にした分の、うんうん、全ての塗料は18,000円。おお、あと網戸ね、車の窓につける網戸が15,000円。はい、これちょっと下せんけどね網戸で15,000円ちょっと下せないけど、うんうん、まあ細かい部品、うんうん、Amazon とか楽天で買った例えばなんか接着剤とか長板とか、うん、布とか、うんうん、その辺合わせるとまあ8,500円。ここについてる丸いおしゃれ鏡、はい、これ4,000円。運転席と助手席の間に挟んであるあのハイエス専用のゴミ箱、はいはいはい、あれ5,000円です。うんうんうん、そんな感じかな。そうだね、そう、まあ合計するともろもろを、はい、なんとなんとこちらこちら10ヶ月で使った金額は、はい、184,100円です。おいやなんかまあ行ったのか安いのかわからないけど、人による、人によるんだと思う、高いと思う人もいれば安いと思う人もいると思うんですけど、はいはいはい、高いと思う人は、うん、もっと安い DIY とかを知ってるんだと思う。そうそう、なんか私たちの場合は結構木とかもね、うん、こだわって作った、もっと安い素材でも絶対できたと思う。できる、カーテンとか全然ね、うん、そうだねまあ今回コロナ禍っていうのもあって、うんうん、結構時間かけて作れる期間があったから、そうだね、そうめっちゃこだわって、めっちゃもうね、もう愛着の湧かせる車に作りたいっていうところで、うん、そう割とね出し惜しみなくね、そうだね、使ったっていうか、しっかり使ったって感じ。そう、まあ2人でその折半するんで、はい、っていうのもあるんですけど、あの安さよりもこだわりを取った、そうそう、こだわりと質を取った感じ。はい、安と思う人は、うんうん、多分なんか知ってるんですよ、その相場を。そうだね、 これやったら大体いくらかかるんやろなっていうの、うんうん、これめっちゃ安く済んでるんですよ、68万って。そうだね、うん、親方のおかげ。そう、全てはそう。そう、もう本当に工具から何から親方が貸してくれてたし、いろいろあるんですよね。そうだね、サンダーもあるし、うん、電の子とかもあるし。そうそう、 DIY するならその辺の工具から買わなきゃいけなくて、うん、それが0円っていうのは、はい、マジで助かったな。やっぱ親方が結
構専門のお店とかも知ってたんだよね。ああそうだね。そうだからここは安いよとか、そういうのも全部知ってくれてたから、そこで買うことができた。そうだからもうホームセンターじゃなくてもう問屋とか行ってレジとか買ってたしみたいな、そこら辺で安く済ませれたし、はい、あとはまあ提供でもらえたっていうのもでかい。マジでこれはね、そう大きい。親方、親方です。はい、親方です。結局全部業者に頼んだら100は余裕で超えていくんですよ、ね、そうだろうね、マジで。全然、うん、多分知ってる人は全然知ってると思うんですけど、めちゃくちゃ高いんで、それをやっぱり自分たちでできたのが、まあ、やっぱりめちゃくちゃ節約になったっていう。そうだね。そうだから68万だけど2人の家なんで2人で割るっていうことにしてるんで、はい、1人頭大体35万円ぐらい。そうだね。でもう住んでるっていう感じ。そう、まあこっからね1年ぐらい外放浪してるんで家賃かかんないし。まあ家賃って思えばな。そうそう、家賃かかんない。まあそんな感じで、安く抑えれた理由としてね、親方がいるし、まあそもそも、まあ土日とか返上とかね、仕事、平日は仕事終わった後とかにね、そうだね。なあ、めちゃくちゃ手伝ってくれて、10ヶ月間本当にね、いろいろお世話になったんで、次回はね、はい。親方に感謝をしようっていう。はい。ちょっとね、回で撮る。そうだね、回になります。それしないと、もうこの車では止まれないのよ、もう。いや、ほんとよ。マジで。本当に。3人の力じゃないから、あれはもう。ほぼ1人。1人の力。やっぱちゃんと感謝をして、でそれからやっぱこの車をちゃんと使っていこうかなっていうところで、はい、はい、やっていこうと思います。ます。はい、35万円高いと思うか安いと思うかはあなた次第です。はい、はい、というわけでまた次回。バイバイ。